powered by Sarucom Acupuncture. Crazy Caro.こんにちは、クレイジーカールです。今日はですね、なんと舎人公園陸上競技場に来ておりますっていうのもですね、マルオカップ開催されます。初めてちょっと乱入しようと思っています。でですね、今回マルオカップなんですけども、僕乗っ取ってやろうと思ってまして、今日はね、全部の組を走ろうと思ってます。全部の組、 1000m1 本、1500m3 本、3000、2本、5000、5本の計 36.5km トラックで走ろうと思ってます大丈夫かな、まあ、しっかりと今回走ってね、マローカップを乗っ取ってクレイジーマローカップにしてやろうかなと思ってます。クレイジーを冠つけちゃおうかなと思ってます。僕は早くする。はい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。5000、2本目、うん、あと2本です。これ終わったらあと1本全力でやります。長かったですね今日。はい、どうも。
疲れ様でした。ありがとうございました。疲れ様でした。サバさんの集客力で今回マルカも150万人ぐらいかな。見た目はおじさん、ボケもおじさん。どうも丸尾製作所です。今日僕は全部の組走るっていうので丸尾カップ乗っ取りに来たんですよ。全部の組おかげさまで走れました。ありがとうございます。36.5 ぐらい。もうほぼフルマラソン。すごいよね。最後の5キロは14分。48秒か9秒でゴールされて、すごい。だって30何キロ走った上で44分50秒切りで走るんですね。ほんとね、僕がスタート前に並んでて、スタート1分前に帰ってきたんですよ。スタート整列してますみたいな感じで加藤さん入ってきて、で一息ため息ついてスタートみたいな。もう思ったよりもハードでしたね。なんか来たら、あとすいません3分後なんで着替えてくださいって、あすいませんゼッケンこうやってやって、もうそれを結構繰り返してます。それで走れるっていうのはやっぱ勝手にライバル視してましたけど、まあやっぱ実力の差だなと実感しました。そうだよ、もうだって俺らだったらただ酒飲みのおじさんじゃん。これ乗っ取りっすよね、完全に。だって勝ったし。いやー、じゃあ次回この動画が上がった後はクレイジーカップでいいっすか。皆様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。良かったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな。クレイジー、はい、落ち着いたら一緒にお酒も飲みたいです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。あ、じゃあクレイジーやってますか。次の動画も見てくれよな、でクレイジーもやってます。あ、こうでしたっけ。いや、ひどい、完全に違う。これ右でお願いします。じゃあ次の動画も見てくれよな、クレイジー。